南海6000系電車、南海6000系電車、南海6000系電車とは、南海電気鉄道の高野線で運用されている、一般車両、通勤系電車の一系列。2018年12月現在、南海の現役最古産の車両でもある。なお、本校では、その派生系列である6100系、電車、6200系、電車例番台。 6100系の代車更新車である6300系電車についても記載する。また、ナンバ型先頭車の車両番号、回、フォーメーションイコール編成の略を、編成名として表記する。高野線のナンバ橋本間で使用される20メートル、4扉、オールステンレス車体の通勤系電車である。高野線では、大運転と称する平坦区間と、 山岳区間の直通運転に対応した15平方メートル扉車体の5 6 1二1 2 5 1系、17平方メートル扉車体の2 1 0 0 1二2 1 2 0 1系が使用されていたが、1960年代から平坦区間では沿線の住宅開発が進み通勤客が急増し、これらの車両では輸送力不足となっていた。このため、 高野線の平坦区間である南波三日市長間に南海本線と同様の山岳区間に応じない20メートル4扉車体の通勤系電車を投入し輸送力を向上させることになった。1962年から製造された6000系をはじめとしてその後6100系、6200系の各系列が製造されている。 6100系は2009年までに全車が6300系に改造された。製造初年は1962年、同年12月25日から営業運転を開始し、1969年までに72両が製造された。南海の四扉通勤車としては初の高性能車である。東急車両製造がアメリカバット車のライセンス供与を受け、 日本で初めて開発したオールステンレス車体を採用した東急車両製のオールステンレス車としては同じ1962年にその講師となる東京急行電鉄東急7000系電車続いて京王帝都電鉄現京王電鉄3000系が登場しているがこの2系列は18メートル93扉車であったのに対し同年12月に登場した本系列は 初めての20メートル急車体となった。側扉は片開き式で、2018年12月現在、南海の特急専用車両以外の現行車両では、唯一のありである。南海本線で運用されていた7000系は、本系列の普通構成車体バージョンである。ステンレス車体は事故などで損傷した、際の修繕が難しかったため、6000系以後も踏切の比較的、 少ない高野線は、ステンレス車、南海本線は、構成車というパターンが9000系の導入まで続くこととなった。登場当初は、ナンバ4からモハ6001系、MC、制御電動車サハ6801系、T、付随車モハ6001系、MC の3両編成であった。1964年に申請された編成は、 同じ3両編成でもモハ6 0 0 1、K、MC も1 MC 6 0 0 1 MC ハ六6 9 0 1系、TC、制御車の構成に変更されている。制御方式は抵抗制御だが、日立製作所製長多段、バーニア制御機、形式、VMCHTB-20 案を採用し、スムーズな加速を実現している。起動加速度は、MT 同数編成で、 時速 2.5kmS2M1T 編成で時速 3.4kmS である。主電動機は三菱電気製メガバイト -3072A。あ30とに B で出力は 600V 時 115kW1600RPM1500V 時 145kW2000RPM1962 年当時の狂気。 電車用電動機としては最強クラスのモーターである。1500V 時の定格速度は時速 60km で通勤車としては高い上に弱回自制御を30%まで行う。駆動装置は WN ドライブ。ブレーキ方式は発電ブレーキ併用電磁直通空気ブレーキ。台車はベイバット車の技術の下、製造元の等急車両製造が改良し軽量化を。 測った軸箱良式のパイオニア E、東急車両製造製 t s 七百二付随台車は t s 七百2 T 型で軸箱外側に露出したディスクブレーキのローターが特徴である。本系列登場時、南海電鉄の河川電圧は六百ボルトであり、本系列は六百ボルト対応の電装品を搭載して製作されたが、千五百ボルトへの昇圧が、 決定した1965年以降の申請者は、600V と 1500V の双方に対応する副電車となり、さらに1966年以降の申請者は、輸送需要も高まりつつある時期とも重なり4両編成とされた、この時の編成は MCTCTMC MC。また初期車も4両編成化されており、このために登場当初は、 先頭車だった車両を中間に組み込んだ編成が存在する。初期車は1972年に副電圧仕様に改造され、1973年10月の昇圧を迎えている。1969年に6000系の製造が終了したが、この時点での6000系は MCTTMC MC の編成が3本、MCTCTMC MC の編成が15本であった。 1971年に高野線で六両運転を開始するにあたり、後舎の編成の形では六両を組む際に効率が悪くなることから、この編成を前者の形の四両編成と2両編成に組み替えることにした。これに合わせて、増結編成を確保するため区波6901、系の奇数番号車を1970年から1973年にかけて、 国鉄の流下走車場に依頼して方向転換を行った。製造当初はすべて下り方に運転台があった区六千九百一系だが、この方向転換により、奇数番号車は上り方、偶数番号車は下り方に運転台がある形となった。これにより、六千系は MCTTMC の編成が十本、MCTTCMC MC の編成が一本、MCTC と TCMC の編成が各7本ずつに再編された。三日市町駅橋本駅間の複線化工事を実施し、完成した際に、橋本駅まで20メートル車を入線させることが決定したが、君峠を越える急行バイク間で、そもそも即制度を使用するため、電動車に設置していた電動発電機を、隣の制御車、付随車に移し、その空いたスペースに、 電動車の抵抗器を増設する工事が1976年から1981年にかけて実施された。長編成果により増解決の頻度が多くなったことから増解決作業の効率化を図るため1980年から1982年にかけて比例棒のままそれまでの NCBE 型密着自動連結機に変えて CSD-90 型回り古式、密着連結器と電気連結器とを一体化した全自動、密着連結器に取り替えられた。一部の車両では伏線化対策工事と長編成化対策工事が同時に施行されている。なお、6013回6029回6035回の3編成12両には方向膜の設置工事が伏線化対策工事と、 同時に行われたが、電気連結器設置と同時に、方向膜はあまり使用されなくなり、以後更新までは、方向膜を余白状態として、他の編成と同様に方向板を掲げて、運用されていた。1985年より、車体の更新と、冷房改造を実施することになった。本系列のパイオニア EE 台車では、冷房を搭載した分の車重増加に対応できないため、 住友金属工業製 S 型民電台車への更新も同時行うこととした。施行は初期に東急車両で更新された一部を除き南海車両が担当している。台車更新では60両分の台車を新製の S 型民電台車、住友金属工業製 FS-392C、付随台車は 092A とし、一部の付随車12、 両分の台車は更新後経年が浅かった1万、系によって置き換えられた線形の廃車発生品である、M 車、電動車用だった、民電ドイツ式台車、形式、FS-355 を装着した。この改造により、当時パイオニア E 台車だった6100系との、並結は、不可能になったが、S 型民電台車装着の6200系との、並結は、 可能となった。工術する6100系の S 型民電、台車装着改造車である6300系との並結も可能である。また、パイオニア E 台車の撤去に伴い、バッド車とのライセンス契約を示すプレートが車内から外されている。これは工術の6300系も同様である。この際、台車の問題により更新済みの編成と、 更新前の編成の間で閉結が不可能となり、全編成の更新が完了するまでこの状況が続いた。また、T 社、不随車に関しては、機器配置が変更されたため更新後は、サハ6801型をサハ6601型に改版した。同時に、ラッシュ時の乗客のドアへの挟み込みに備えて、客用扉の再開閉スイッチの追加。 およびすでに設置していた6013回6029回6035回以外の編成に全面と側面の方向膜設置も行われた先行して設置した6013回6029回6035回についても方向膜仕様を再開した前述の方向転換後も唯一固定編成の中間に蘇生されていた 区波 6901K6901 号車は、この改造と同時に運転台を撤去し、佐波 6601K6610 として、現在に至っている。これ以外の6000系は、更新時の車号改版は行われなかった。また、更新後に検査を行ったところ、腐食がほとんど見受けられなかったため、その後も VVVF インバータ制御化も検討されたが、 全車が更新を終えていたため計画は立ち消えとなった。車両構造上、同期登場の7000系は普通構成だったことが、災いし、塩害による車体へのダメージがひどいことから、2015年10月までに全て廃車となっているのに対し、オールステンレス車体の6000系は2018年9月、現在も全車が在籍している。車令50年を超えて、 現役を続ける例は、鉄道車両では少なくないものの、同世代の車両の多くが、廃車、長と、転属される中で、大手私鉄の車両で一両の廃車も転属もなく、50年以上もの、間同一線区を動かなかった例は、非常に珍しい。南海が2017年度末に発表した中期、経営計画の一環として、6000系72両全車を2023年度までに、 順次、新造車に代替する計画が盛り込まれている。代替用の新車両の投入開始は2019年秋を目処としている。1970年からの申請車、76両が製造された、6000系同様のステンレス車体であるが、側扉が1.3メートル幅の両開き式となり、側窓は1枚加工式になるなどの変化が見られる。同時期に、 南海本線向けに申請された普通構成車である7100系のステンレス車体版である。なお、仙北高速鉄道の100系は、この6100系をベースにして製造された車両で、あるが、6100系とは異なり、コストダウンのためセミステンレス車体となっている。伝送品は6000系副電圧対応車と共通で、台車もパイオニア台車だが、 改良された TS-709、付随車は TS-710 に変更され、冷房搭最後の車重増にも対応している。1970年度に申請した車両は非冷房車であった。しかし冷房準備工事は最初から施してあったが、1971年度以降は申請時から冷房装置。 東芝製風 -1510 分散冷房装置4 5 0 0カロリー、8搭載となり、1970年土車も1974年から1977年にかけて冷房化されている。この分散式冷房装置は、屋上カバーが正高なタイプで、k 王3 0 0 0系、初代5000系や K- 半電気鉄道、K- 半2400系にも採用例が見られる。 1971年度車まではモハ6 1 0 1系、m c 制御電動車サハ6 8 5 1系、t 付随車サハ6 8 5 1系モハ6 1 0 1系の4両編成のみ製造されたが、1972年度車からはモハ 6101K 下ハ 6, 6 9 5 1系、t c 制御車の2両編成も製造されている。 二両蘇生の関係で、6132.61346136.61386144.6146は結番。また、途中の6139回が存在しないため、6139.6140も結番である。最終増備者のロールアウトは、昭和後の1973年11月だったため、 電装品は1500ボルトのみの対応である。1970年度車は冷房化前の1974年に方向膜の設置工事を行っている。1970年度車のうち36両、二次車は1971年1月から2月の春行となっているが、これは仙北高速鉄道の部分開業が迫っており、同鉄道との相互乗り入れに際しては、 ある程度の増備が必要だったことから、1971年度の竣工予定を1970年度に急遽前倒し、繰り上げ発注したためである。この二次社からは、将来の橋本駅までの乗り入れを見越して、抵抗機造設が最初から行われており、一次社も後に行われた。よって、1971年度に登場した新生冷房車は三次車である。 1982年から翌年にかけて6000系、同様の長編成化対策工事が実施されている。冷房化後、1500V 専用車として製造された6141階を除くすべての4両編成車が一部の編成を分割した上で6両編成に組み替えられていたが、この工事の際に6125回、6127回、6129回は、 元の蘇生に戻っている。また、この時に連結器の更新が行われなかった、モハ6101型は編成の中間に入る形となった。1996年から2009年にかけて、順次6300系、後日に改造された。6100系として最後に残った6107回6両は2009年6月10日から7月5日まで、さよなら。 ヘッドマークを掲出して運行され、7月5日の営業運転、正確には3日市長22時54分発の千代田信号所域階層列車を最後に6100系としての役目を終え、39年の歴史に幕を閉じた。翌6日からは代車更新により6300系化され、工述の通り10月までに6314回として再起した。 1996年からは更新工事も開始されたが、口述で知るストーリーこれと同時に、代車交換を行い6300経過されたものも、あれば逆にそうでない、更新試行後数年間のブランクを置いて、改めて代車交換が実施されたものも存在した、前期の6107回も該当。なお両者とも更新工事の際に編成中間に入る、先頭車については、 運転台機器等を撤去している。河川で月小圧後の1974年により製造された車体構造や電装品の見直しによりコスト低減と経済効率の向上が図られた系列である。車体は6000系以来のオールステンレスで軽量化が図られた。6000.6100系は7000.7100系をそのまま ステンレス車体にしたような丸みのある全面形状であったが、本系列では切り構成となり、全面貫通扉上部に方向膜を設置し、前照灯は左右両側の倉下に下げられたため、東急8000系に近い印象となった。大半のコルゲートの形状も変更されている。中間車の車体長は6000.6100系と同じだが、 乗務員室を拡大したため、先頭車の車体長は、中間車より 100mm 長くなっている。機器類にも変化があり、パイオニア台車を装備して製造された6000.6100、と異なり、S 型民電台車、住友金属工業製 FS-392、392 39バイト、付随台車は092が採用された。冷房装置は系の分散式発から、 集約分散式、三菱電機製 CU-191 が 1500kcal4 に変更された。本形式をベースにして製造された車両に、大阪府都市開発、現、戦北高速鉄道の3000系がある。本系列は、以下の2形式3種で構成される。また、編成は、以下の通り、編成構成が6000.6100系から、 変化しており、奇数番号偶数番号で2両1組となった電動車ユニットを6両編成の場合は2組、4両編成の場合は1組制御付随車に挟み込むというものになってい。制御方式は抵抗制御を踏襲しているが、超多段制御から一般的な多段制御、日立製作所製 MMCHTB-20N4 になり、6000.6100系が、 制御機1機で4個の主電動機を制御する 1C4M 方式であったに対し、本系列では同発行を制御する 1C8M 方式となった。6両編成と4両編成では MT 比が異なるが、加速力を揃えるために制御機内に限り留置、切り替えスイッチを設けている。なお、1980年3月に三次車。 6513621762186514と6515から6516が製造された際、6503回から電動車ユニット一組が移され、先頭車のみ完成した6515回の中間車として一家のように使用された。しかし、翌年1981年8月に4時、製造、 6219622062216222と6517回6519回が行われ、本来の中間車4両が完成すると、以下に示す通り6503回は6両編成に復帰している。6517回6519回は2本とも6両、固定編成なので省略。 1981年から4年間の中断の後、1985年には、電動車ユニット1組が増備され、4両だった6513回の中間に挿入され、以下の通りとなった。この2両は、当時増備されていた8200系に合わせて、従来車とは一部の仕様が変更されている。この時点で52両となり、製造は終了した。 2001年に8000系、初代6両が本系列に編入され、総数が58両に増加した。編入者は、在来車の続番で6521から6233から6234623562366522と不満され、編入改造と同時に更新工事が施行された。床下機器配置、車内の化粧板や、土壁機など型編成と異なるほか、 戦闘車に、廃照機、スカートが設置された。その他の車両は6000.6100系と異なり、製造後30年以上の間、他に6501回に対して、床材張り替えが行われた以外更新工事は行われていなかった。4両編成は、空気圧縮機や電動発電機を4両で1個しか備えておらず、故障時のことを考慮し、 上調性を高める観点から6000系や6200系、6300系を並結し6両編成や8両編成で使用されていたが、輸送人数減少に伴い、平主寺はダイヤ改正ごとに4両編成の運用が増加、日中の運用が限定され、運用効率の悪い車両となっていた。そこで2009年9月8日に6511回、 2010年5月25日に6507回、2011年6月23日に6505回、2012年6月28日に6509回の各編成が、それぞれ8000系、2台と同様のイベット、阻止 VVF インバータ制御への層を兼ねた、車体更新工事を終えた。CP も補助電源を2重系とするようになり、 制御装置を8000系と同型にすることでコストダウンと保守の統一化が図られている。既存車両の VVVF 加工事が行われる例は近年になって少なからず見られるようになったが車両製造後35年以上経過した営業用車両が VVVF 制御加工事が行われた事例は総鉄3000系くらいである946年製の モハ3001が約40年後の1986年に行われている。6511回は2009年9月中旬に試運転が始まり、同年11月に6000系2連と並結した6連で営業運転を開始した。なおブレーキ指令は変更されていないので6000系や既存の6200系との並結は可能である。なお、 同時に、室内もバリアフリーを考慮し、LED 式車内案内表示器、非常通報装置、都市目予告チャイムトンプ、扉開閉予告放送が設置され、座席端の仕切りパイプの形状と化粧板が変更されている。また、関西地区の鉄道車両では珍しいと、平原圧機構も装備された。またそれに関して一時的に6505階が、 蘇生変更により6連となっていたが、現在は従来の蘇生に戻っている。本形式をベースとした車両の中で、消費電力量を抑えつつ高速域からの改正ブレーキを可能とする直波制御を採用した初代8000系、電気子直波制御と8200系、開示直波制御が開されていた。しかし、保守部品が徐々に製造されなくなり十分な部品の確保が、 困難となっていた。また、制御機の経年劣化による故障が頻発するようになり、長期にわたって使用不能となる事態も発生していた。それらの問題を解決すべく6200系と同等の性能に改造する工事が進められ、2001年に初代8000系が抵抗制御に更新した上で20番台へ、2013年に8200系が、 VVVF インバータ制御に更新した上で50番台へ、それぞれ改版、編入された。更新工事により、従来の6両編成での運転に加え6000系や6300系2連と並結して8両編成での運転が可能になった。6100系についても1996年から更新工事を施行することになった。 パイオニア台車は高速域における乗り心地が悪く、加えて S 型民電台車を装着する系列との並結も不可能で車両運用の自由度が大きく阻害される要因となっていた。6100系のうちパイオニア台車から S 型民電台車への交換と車体更新を同時施行した車両がこの6300系である。車体は主に床や化粧板、座席の更新や 老朽化した伝送品の更新を行っている。一時期、線形に準じた車内改送構想も浮上したが、実現していない。なお、2007年に更新された6313回より、台車にセラミック噴射装置が設置された。2017年1月からは、座席モケットを8300系に準じたものに、乾燥された編成が登場した。 6100系76両すべてが2009年10月までに6300系に改造された。6100系では更新試行車と未更新車を区別するために車号を変更して6300系としている。これは S 型民電台車装着車とパイオニア、台車装着車で運用を区別する際に識別しやすくするためである。不板方式は線系。 2000系などと同様である。変更は、以下の通りで、左側が、更新前の車号、右側が更新後の車号である。台車を履き替える際、南海本線で廃車になった7100系初期型の台車、住友金属工業製 FS-376、付随台車は076、および、仙北高速鉄道線、北高速鉄道線で、廃車になった100系。 3000系の台車、住友金属工業製 FS-379、付随台車は079を転用している。改造の際、FS-376 型台車は、付随台車化されたほか、FS-379 型電動台車の中には不足分を補うため申請されたものもあ、台車交換により、設計最高速度は、 時速 100km から時速 120km に向上した。6000系とは同系の更新以来並結不可能であったが、再び可能になり、6200系との並結も可能となった。そのため、運用の自由度が大幅に増し、6000系プラス6300系プラス6200系の3系列同時並結も可能となっている。 暫定的に車体のみ更新され、パイオニア大社で損置された6100系、2009年10月までに、系列消滅との並結は、不可能となっていた。製造当初は、高野線、南波三日市長間で使用されていたが、1984年3月11日のダイヤ改正で、林間田園都市駅まで20メートル車が入線、可能となり、 また、1992年11月10日のダイヤ改正では、橋本駅まで20メートル車入線可能となったため、現在では、南波橋本間と戦北高速鉄道線で使用される。2005年10月16日のダイヤ改正以後は、運用の効率化を図るために、橋本以北では、中型車の2 0 0 0ームカー運用を減少させたこともあり、運用数が多くなっている。 従来ラッシュ時に2000系で運用されていた列車を6000系列などの大型車に置き換えることで混雑緩和が図られている。また、同大や改正では乗客源のほか、全体的に20メートル車両の運用の増加により車両不足となったため、昼間時の確定の一部に4両編成が10、数年ぶりに復活したほか、平日朝の戦北高速鉄道線直通区間、急行。 準急に見られる重量編成から000系列が撤退し、南海車両による重量編成列車が消滅した、仙北高速鉄道線の重量編成列車も2013年7月19日をもって消滅している。8連の運用もどちらかというと、仙北の車両で運転されることが多い。なお、各駅停車の4連運用は、従来6000系。 6300系に限定されて、板が6200系 VVVF 更新車も使われるようになった。一方で急行、区間急行はラッシュ時を中心に8連での運用が多い。各駅停車も仙北高速線内完結や、河内長野橋本駅間で運用するものは8連で、運転される列車がある。南海では車両故障時の上調性の確保を重視しているため、 6000系の4両固定蘇生。編成内に MG が1台しかないわ。蘇生単独では使用されない。かつては6200系の4両固定蘇生も、編成内に制御機と CP が1台しかないために、単独運用。さらに4両蘇生に、別の2両蘇生が1編成しか並結しない場合の6両編成運用を、避けていたが、4両固定蘇生の前者。 VVVF 制御下でこの制限は解除され。また、千代田検尺の配線の関係で6両固定編成や4両固定編成と2両固定編成を連結するときは2両固定編成が必ず下り方になる。6000.62006300系は相互に連結可能なので根結は珍しくないが、組み合わせ方にはかなり制約がある。また、六千角系列。 元8200系の6200系50番台も含むの4両組成と6両組成には全編成、難波型から4両目となる4号車には女性専用車のステッカーが貼られている。このため平日朝ラッシュの8両編成の休行と区間休行で運用される場合4号車が女性専用車となる。ただし8両編成でも準休行。 各駅停車では実施していない。なお、6000系については、閉結時に運転席と反対側にある乗務員用の席が空席となるため、そこに着席することもできる。実際、その席に着席すると、ボックスシートなどと同じく線路方向を向いていることができる、ロングシートは横方向ので利用する人も多い。また、6000系と6300系の一部に運転席が、 撤去された車両があるが、やはり運転席と反対側のスペースには自由に入れる。貫通扉を閉めれば半個室状態になるため、ラッシュ時を中心にこのスペースを利用する人もいる。1985年6月16日のダイヤ改正までは、塩見橋線での運用があった。また1995年まで、橋本駅の最長編成が4両編成であったため、 三日市町駅での増解決作業を行う運用も存在していた。いずれも6000系、6100系限定での運用だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。